古き女原などは、いでや、いと口をしきおすくせなりけり。<laughs> 覚えず、神仏の現れ給えらんようなりしお心ばえに。かかるよすがも、人はいでおわするものなりけりとありがとう、見立て祭りしを。大方の世のことと言いながらも、言いながら、また頼む方なきおありさまこそ悲しけれ。 とつぶやき嘆く猿る方にありつきたりしあなたの年頃は誘拐なき寂しさに目慣れて過ごしたもんをなかなか少し夜づきて習いにいける年月に意図耐え難く思い嘆くべし少しもさてありぬべき人々はおのずから参り尽きてありしを皆次々に従いて 息き散りぬ女バの命絶えぬもありて月日に従いて神みのひと,ひと数少なくなりゆくでこの女君に仕えている女房たちは いと口をしき恩を尽くせなりけりさあな大層残念な前世からの因縁でいらっしゃったことだ、まあ、度々出てくるように、えー、この世でのことは前世からの巡り合わせ前世からの因縁があってその結果こんなふうに、えー、現世の ありようが生まれてきてきいるんだというあれですから源氏の君とのこんな間柄それも前世からのもう決まった運命なんだ考えてみると大層残念な前世からの巡り合わせであったことだ。 覚えず、神仏のあわれ、あらわれたまえらんようなりしおん心映えに、かかるよすがも人はいでおわするものなりけりとありがとうを見立てまつりしよう。つまり、源氏との思いがけないあの幸,幸運が訪れてきたときには、こんなふうに思ったというんですね。思いがけず、まるで神仏が目の前に姿を 表されてたようにことが運んでいくそんなお,お心映えっていうのは神仏のありがたい恩恵につまりんか人間同士のこと のように思えなかったわけですね全然世間にも知られていないそれがほんのひょんなことから源氏の耳にちらりと入ってそして源氏が訪れてくることになったわけですから <coughs>、うん、こうしてこうなったというふうな筋道がほとんどない唐突な形で源氏が通ってくることになった。 それを覚えず神仏の現れたまえらんようなりし、お心映えに。思いがけなく、完全に神様、仏様が出現なさったように思われるような、あの源氏の君様のありがたいお心映えに、こんな不思議な因縁というものも、人の世には現れてくるものなんだ。 現れなさるものなんだなとありがたくお見申し上げていたけれども不思議なことのようにお見申し上げていたけれども大方の世のことと言いながらこういう人の運命は世の常運命の天変は世の常とい 言いながら「また頼む方なき恩ありさまこそ悲しけれ」すっかり状況が打って変わって全く頼む方もないようなこの今の恩ありさまこそ悲しいことだとつぶやき嘆くつぶやいたりため息ついたりしている。 去る方にありつきたりしあなたの年頃はしかるべき方面ありつきたりし 生活が成り立っていたその幾年この方はあの昔の幾年この方は誘拐なき寂しさに芽慣れて過ごしたも,も誘拐もないような寂しさにでも馴染んで 過ごししていらっしゃっゃたがつまり光源氏と巡り合う以前というのはそれは不自由だったけれども何かにつけてそれは不自由だったけれどもしかしそれはそれでとにかく生活がそれなりに成り立ってそして過ごしていらっしゃったその過去の幾年。 誘拐のない寂しさにでも馴染んでそれなりに過ごしていらっしゃったがそれがかえって少し夜月きて習いに行ける年月に現時点の巡り合いがあってそして 現の援助を受けるようになってかえって少し世間並みに習って慣れてお過ごしになっていたその年月の間に境遇が変わってしまったわけで少し贅沢にくに、まあ、思いがけず馴染んだわけですね。 それのそういう時を過ごされたわけだがまたそれがすっかり変わってしまったわけで意図耐え難く思い嘆くべし少し世間並みな気持ちにならって 年月を過ごされたからかえってその後糸耐え難い思いにお嘆きになっているはずだ少しもさてありぬべき人々は少しでもさてありぬべき人々 女房としてふさわしいような人はおのずから参り尽きてありしよう源氏の君が庇護していられたその間は 自然にどこからか聞き伝えてきてそしてこの姫君のところへ集まってきていたが女房階級の中にもいろいろあるわけですね非常に大きな高い身分のところに常にこう動かないで召し使われているような そういう女房もあればまたこうつてを求めてあちこち勤められるところを動いているようなそういう女房もいるわけですが少し羽振りのよくなられたこのスエツの花のところへも少しでも さてありぬべき、しかるべき、なんか、うん、才能のあるような女房などは、自然に集まってきて、評判をいろいろ、いろんなルートから聞き,聞きつけて、そして集まってきて、使えていたが、それも、 今は皆次々に従いて息散りぬ。それぞれのなんか境遇に従って,散って,いてし、ま、散っていってしまった。また、女腹の命絶えぬもありて、女どもの中にはもう寿命が来て、命が終わってしまった。 亡くなってしまったものもあって、月日に従いて、上島の人数少なくなりゆく。姫君のそばに仕えているものは、月日が過ぎていくにつれて、身分の高いもの、低いもの、女房の中にも、そういう身分の高いもの、低いものがあるわけですが、それぞれに、 人数が少なくなっていってしまっている。